やはりこの大阪になってのは大阪とやっぱり関係があるんですか、関西。だからうちのお母さんが関西、滋賀県出なんですけど、尼崎の旦那が行かれてたのかな、尼崎に行って、こっちへ、本当どうこっちへ行ったので、やっぱ関西。あ、なるほど、そういうことで大阪屋食と名前になって、お昼はこうやって卵が入るんですよ、味噌汁。前はもう肉体労働ばっかりだったから、その人は元気を出してもらうために生卵を入れてあげる。そうですね。で夜は小鉢が小鉢がもうお店やられてどれぐらい、結構なもう本当に長い感じですか。70年。なるほど。じゃあこのうのの町を見てきた、そんな食堂でございます。早速いただきます。いただきます。確かに美味しいですね。お疲れ様でした。すいません、失礼します。はい、というわけで、この玉野市の宇野にあるこのお食事の店、大阪屋さんです。本当にこの斜め横に宇野駅があって、でこれ創業がもう70年以上ということで、この宇野の街を見てきた、食堂かなと思います。でこの大阪屋っていう名前も、このお店の、先代の方が関西の方に疎開されて、まあ、戦時中ですかね、お店を始めて、で関西の味をそのままここで出しているということで大阪屋という名前になっているそうです。本当に優しい味付けで、なんかほっこりするような、まあ、そんな感じの、定食でございました。機会あればぜひ皆さん行ってみてください。
ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。